So nobody knows what caused this? There's a lot of theories. But all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Leon. What the? I swear, you bastard, if you hurt her. Identify yourself. Stop! You'll never get the G-Virus! Sherry, come on! Daddy, no! Hi. こちらですね、先ほどのレオンとはまだ打って変わって、少し、進んだところになりますけど、背中に背負ってる、銃ですけど、グレネードランチャーとレオン編ではなくクレア編のみで使える銃となっておりますが、こちらの方、いくつかの弾を、組み合わせることができます。ガンパウダーというものが、複数種類あるんですけれども、今神田さんは、そのガンパウダーの組み合わせで、硫酸弾という弾を手に入れました。はい、他にもハンドガンであったりショットガンというような弾をリソースマネージメントの一環として、皆さんがやりやすいプレイに合わせて組み合わせていただけたらと思っております。さあ、ここからね、階段降りていくんですけど、まあ暗い。そうですね、ちょっと警察署とは打って変わってかなり、雰囲気違いますね。雰囲気がどん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 怪しくなっていきますけれども、かなりね、こう視界が良くないんですけれども、懐中電灯はいろいろ自分で操作できますので、はい、見たいところをしっかりと見ていきながら恐る恐る進んでいただけたらと思います。どこにアイテムがあるかも分かんないですからね。そうですね。お、そんなこと言ってると神田さんがアイテムを引きましたが、はい、こちらはどうですかね、神田さん。サブウェポンをゲットしました。はい、でサブウェポンなんですけれども、L1 ボタンを押しながらの方向キーでこういう形で切り替えれるようになってます。もともとね、クレア今の、サバイバルナイフの方を持ってたんですけれども、今新たに手榴弾の方を取得しました。はい、はいはい、メインウェポンとは違うんですけれども、任意で自分が使うことができる武器になります。はい、おー、なるほど。で、またこちらの方は、通常使うことができる他に緊急回避としての役割も持っておりますので、まあ、この後、激しい戦闘の時に使うことになるかも。平林さん、なんか通った、ね、僕が喋ってる間に誰かいる。はい、これゾンビっぽくないんで、明らかにこう生存者なんですけれども、はい、ちょっと見失っちゃいましたね、神田さん。そうですね、ちょっと、まあ、近くにはいそうなので追いかけていきたいと、辺りを探してもらって、はい、ビクトもしない。誰かいるの。いいですね、日本語ボイスも。はい、ね、ね、ここでシェリーと出会います。大丈夫、何もしないから。はい、物語を重要な部分を担うシェリー・バーキンという少女になります。私も助けてあげ、はい、助けてあげ、早く助けてあげてください、神田さん。でも助けがいるのはあなたの方だよ。神田さんの方みたいです。はい、シェリーじゃなくて神田さんだってなってます。神田さん危ないってひたすら言われてますね。はい、プレッシャーかけないでください。本当に危なくなりそうなんで。皆さん、ぜひ応援してあげてください。わ、見えたぞ。嘘でしょ。まあ、本作ゾンビが敵 の主人公というところはあるんですけれども、この G も、はい、非常に重要な主役格の方になっております。まあ、ゾンビと同じようにある程度場所によってリアクションがやっぱり変わっていくというのはどの、敵キャラクターにとっても同じなので、はい、しっかり、距離を取りながら狙っていくというところを、組み合わせてもらえたらと思うんですけれども、ゾンビですらね、しぶたかったからね、どうなるか。おここでグレネードランチャー、今ね、敵の方に、炎が燃え移ってます。はい、見ました。銃弾を撃てば銃痕が残りますし、このような、炎のモチーフにしたような武器だと、相手に炎が燃え移るという形で。これは表面が変化してましたね、今。そうなんですよ。でもめっちゃ怒ってますから、うん、ちょっと、マジで怖いです。わあ、怒り狂った時、怖いな、絶対。多少撃ったところでひるまずに襲いかかってくるっていうのもね、なかなかのプレッシャーですけれども。
すいませんちょっと、はい、はい、いろいろ確実に、ね、戦いながらも随所を探していくと、うん、武器が手に入り回復アイテムを手に入れて万全の神田さんではあるんですけれども、はい、先ほどのサブウェポンで緊急回避ですね、はい、はい、刺したナイフはそのままあの目玉に刺しっぱなので、もしかしたらこれ倒したらまた回収できるのかなと思うんですけれども、はい、いやでも今ので結構ダメージ入って余計に凶暴になったんじゃないですか。かなり怒ってると思いますね、目玉にぶっ刺しましたからね、はい、あ目玉が隠れちゃいました。なんかちょっと画面の雰囲気も変わってる。そうなんですよ、どん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 、敵の攻撃を、ほっとくと、環境の方にもダメージが入ってしまうので、このような形で、水蒸気が辺りを充満させて視界が悪くなるというようなところもあるので、どういう風に戦っていくかっていうところはこうプレイヤー次第かなと思ってます、うん、おやばいやばい、死ねえって言われる、死ぬかい、ここで、お、ここでサブウェポンとしての手榴弾、もう一回手榴弾、ちょっとね、あとサブマシンガンもお見せしたいなと。お、お、はい、いけますか。だいぶ外れてますなくなっちゃった、視界がかなり悪くなっちゃってますからね、はい、もうノーブですから今ここ、もうちょっと近づいて狙いやすくしないと。神田さん、やばいやばいやばい、危ない危ない、あの体力の表現っていうのも、はい、ダメージを受けたらキャラクター自体のモーションの方で表現していきますので、はい、まあ、本当にもう見た目通りダメージを受けてるというような形になっていきます、ね、痛さが伝わる本当に。これ弾をちょっと補充します。そろそろ回復を一度使ってみてはどうですか。お、後ろから来た、はい、あのそうします、はい、しっかりとマネジメントをしていきましょう。最悪の事態は突然上から降りてきたりするんでね、はい、かなり気が抜けないですよね、うん、結構狭いですからね、本当どこから現れるかがね分かんない。ナイス、工夫しました。なんか見てるとだんだん皆さんのなんか心拍数が聞こえてきそうな感じがしてきましたね。これ弾もかなり減ってきたので、うん、倒しきれるかどうか結構、はい、ギリギリのラインになってきましたけど、さっき作ったね硫酸弾を、おお、最後、やりましたね、なんとか、よかった、めっちゃちょっとめっちゃ安心します。ただあのナイフそのまま落ちちゃいました、あの一緒に、あの通常ゾンビであれば手前に倒れたりするので、倒れた後にそのナイフを回収してまた使うことができたりはするんですけれども、はい、まあ、あのような形でまあなくなってしまっても、他のところでナイフ自体は手に入ることができます。なるほど、一応 ね撃退できたってことですよね。そうですね、うん、もう安全よ、終わった。これ実は本当に本当の本当に初お披露目のシーンになってます。あの午前ね、はい、ちょっと神田さんが死んだんでここをお見せできてなくて、なんと安心して、はい、もう、ね、日本語でお見せするのは本当に初めて、初めてですね、そこにあるはしごを下ろしてもらえない。いや、神田さんの声素敵、一緒にママを探して。こんなとこにいるの？いると思う。いてほしい。ええ、いいわよ。
探してあげる。絶対探しますよね。なんかこう、こういう形でね、あのやっぱりこうシェリーもあのクレアにね、いろいろこう問いかけをして、こうクレアがどんな人かをまあ探ってるような感じで、まだね、初めてですからね、はい、って。でも少し心がね、心開いてくれたような感じですよね。しましたね。はい、こうなんか日本語っていうのもあるのか、すごく言葉がスッと入ってきて、本当にこうドラマチックなところとかが入り込みやすいですね。そうですね、英語のボイスもね、かなりかっこいいんですけど、かっこよかったです、うん、日本語は日本語でね、やっぱりグッとくるものがありますね。ねえ、ママはどんな人？アンドレア、仕事してる。あのムービーのようなところでストーリーをどん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 紡いでいくというところは多分にあるんですけれども、それ以外にも、ゲームプレイを止めない形でこのように会話劇が進んでいく場所も、いろいろなところで発生します、はい、なので、ストーリーのドラマというところは本当にゲームをしている間も、ムービーの部分を見ている間も、なんだったらこうムービーもセリフもないんだけど、その背景だけにこういろいろ見え隠れする、ここの部屋で何があったのかなっていうようなドラマの部分も混ぜると、かなり深いところまで、話の、真相を知っていくことはできるかなと、はい、今何気にあの2人の間の共通点が見つかって、ね、クレアも嬉しいわっていうことでちょっとこうポイントアップしました、はい、ここから果たして、ね、しっかりシェリーを守っていけるのか、はい、お母さんに送り届けれるのかというところですけれど、ほら、ここは警察署内の駐車場ですね。そうですね、地下駐車場ですね。あそこよ。あそこって言ってる。なんかこれ兆し見えてきた感じですね。そうですね。ただこのシャッターが降りてるのをどうしたもんかというところですけれど、お約束のキーアイテムが、そう思ってないとかね、あるあるですよね、まあ、分かってるじゃんっていうところはあるんですけど、そう簡単にはね、開けてくれないです。そうですね、はい、またどっかこの署内を探して、このキーアイテムがどこかにあるのかなというところですが、思いきやですよ。もうなんか愛おしいですよね、こういいです ね、二人でこう頑張って開けようとするとこ、うん、そのはずなんだけど、シェリー、ずいぶん探したぞ、シェリー。お、先ほど紹介した、こんな状況で一人で出かけるとは勇ましい。所長ですね。出てきましたね。なんか、手を上げて膝をつける。え、様子おかしくないですか。所長なんですけどね。膝をつく、うん、明らかに悪党ですね。ですよね。はい、え、市民守らない。ねえ、身内も守らない。守らなきゃいけない立場なんですからね。ねえ、はい、大丈夫かさん。いいのか、言う通りにしないとこいつは死ぬぞ。こんな出会い方、オリジナルでは絶対なかったんですけど、はい、どういうつもり。犯罪者から子供を守らないとな。シェリー、おいで。何をする気？関係ない。その子を傷つけたら許さないから。シェリー、こっちに来るんだ。名前は？名前を言えと言ってるんだ。クレア。シェリー、私と一緒に来ないとクレアが死んでしまうぞ。分かった、行くから。ママのところへ連れてって。もちろん。信じちゃダメ、嘘よ。クレア、行かないで。俺のやり方にいちいち口を出す。やめて、離して。しつけがなくてないようだな。教えてやろう。厳しく仕込んでやる。離してろ、離して。覚えてろ、ゲス野郎。文字通りゲス野郎でしたね。タイトルコールの6月 E3 から、していただけるようにはしてたんですけれども、皆さんにプレイいただくという機会でいうと、クレア実はこの TGS が初という形になってるので、クレアを選んでよかった、はい、うん、時間の限り神田プロデューサーに、進めるだけ進んでいただこうかなと、お願いします、はい、お願いします。一人でやるとめちゃくちゃドキドキするんですよ ね、 ね、
今拾ったのがあのクレアの背中に背負っている、クレアストーリーの方でのみ使える、グレネードランチャーという形の弾になります。でまた今ちょっとこう拾っていただいたのが、ガンパウダーという形でこの組み合わせることによっていろいろな、銃の弾の種類を皆さんが、望む形で変えることができますので、あのすごくリソースマネージメントをするにはあの面白いゲームシステムです。すぐパッパになるんですよね。そうなんですよ。だどの銃が好きとかね、プレイスタイルが人によって違うし、やっぱ暗いところは懐中電灯をつけて明るくするという。そうですね、あの本作のビジュアルのコンセプトの部分としてはこうウェット&ダークネスっていう、もうまさにこのダークネスな部分を、はい、懐中電灯でこう見えないところもありつつ恐る恐る進んでもらえたらなと思ってます。いやドキドキするな。なんか扉がありますね。ねえ、ね、あ、なんか落ちる。あ、今これ拾ったのが、サブウェポンというカテゴリーになるんですけれども、ナイフであったり手榴弾というものは、メインウェポンの対になる形のサブウェポンで、皆さんにお使いいただけます、はい、こちらはあの通常の使用もできますし、すごくこうなんか敵に窮地に追いやられた時の緊急回避のアイテムとしても使えますので、まあ、もし神田プロデューサーが、窮地に立たされたらいい感じに見せてくれるんじゃないかなと思ってます。なんか今外れましたね。そうですね、投げることもね、グレネードそのままできますし、使い分けですね。いやそうですね、やっぱ皆さん雰囲気がいいとかグラフィックについてリアルで面白いそうだっていう話をされてますね。 ありがたいですね。これいつ出てくるんだってずっとヒヤヒヤしますよね。まだ出てこない。あ、こういうね隙間も。そうですね、なんかさっきのね人影がすごく気になるんで、この先にねいるのかもしれないですけれども。おいましたね。あれ、あ、ハロー、女の子ですけれども、はい、あの原作にももちろん登場してます重要なキャラクターの一人なんですけれども、クレアのストーリーの中のキーパーソン、はい、シェリーバーキンちゃんです。え、なになに。かなり動揺してます。そうですね、なんか神田さんの方が危ないっていうね。はい、クレア後ろ後ろ、もういると思った。です、ね、絶対来ると思った。うわー、肩やば。さあ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 、やったね。うわー、痛い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 、気が抜けないんで、あの死なないように頑張ります。痛い痛い痛い、はい、ぜひここは倒してその先をチラ見せしたいところですけれども、はい、そうですね。これはやっぱ弱点は肩なのかな。お、ガンガン撃ちますね。お、ハンドガンで結構対抗してますね。ね、一発。おお、燃やした。今回ね、プレイヤーが、まあ、ハンドガンで銃を撃ったらその銃を撃った跡が残ったり、うんうん、わー、早い早い。先ほどだと硝煙弾、あの、はい、火を使うグレネードランチャーの弾を使ったんで、あのキャラクターが燃えるとか、燃えた跡が残るとかっていうような形で、リアル、はい、まあ、本当に自分たちのやったアクションが敵を通してリアクションとして感じられるような作りになってます。ね、どこを狙って、あ、近い近い近い、おっとっとっと、あれね、これはもうやばい、結構やられてますよ。 あれ、神田さん、神田さん大丈夫ですか。大丈夫です。はい、おお、刺した刺した、はい、神田さんがナイフを持ってたので、うんうん、あの大型のダメージを食らう直前に緊急回避ができました。これナイフ持ってないと。そうなんですよ。でこのナイフって刺しっぱなしになるんで、あ、もうなくなっちゃった。あのね、なくなるんじゃなくてね、敵に刺した後、敵が倒れたら後で回収できます。できる、あ、よかった。はい、でもほっとくとそのまま刺されたままずっと残っちゃうんで、あ、なるほど、まだナイフ見つけなきゃいけないみたいな。今レッドハーブがありましたね。ね、ハーブ、わー、いやー、 あれ結構やばい、やばいやばいやばい、ちょっとデンジャーになってますけど大丈夫ですか。結構やばいですよ、はい、ちょっと回復します。ハーブでね、めっちゃ怒ってますからね。そうですね。あ、どこだ、あれ、どこだ、どこに行きましたかね。あれ、どっちだどっちだ。あ、いた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 、うわー、激おこ。
まあ、あと今回照準のシステムもちょっと変わってますよね。そうなんですよね。やっぱ肩狙ってるんですか。そうなんですよ。あのどうも目玉をこう打つと痛がりそうなんです ね、 そ、 ですね。そこら辺がもしかしたら攻略の糸口かもなと。今いいですね、肩ひるんでますね相手は。ただこう狙おうとしてもこう向こうもしっかりこう、ね、動いていくもんで、そうこうしているうちに近づかれて、おお、いいぞいいぞ。これはやばい、どうするどうするどうする。あ、もう一個、あ、シュルーダー落ちた。もう1個緊急回避アイテムがあったんで。あったあった。これはなくなってしまうんですね。そうですね、あのグレネードは普通に投げることも、はい、手榴弾投げることもできるんですけど、緊急回避としてもまあ使えるので、まあ、取っておいた方がいいのか、どんどんダメージを与えるために使っていったらいいのか。あ、やばい、またもうね、サブウェポンが、あ、ま、あった今、今取ったやつ。もうでもね、サブウェポンなくなっちゃってるんで。わー、やばいよ、頭掴まれたら終わっちゃう。もうこれ、次捕まったらやばいですよ、神田さん。狭いですからね、ここ ね、 これね、怒るとね、結構スピーディーになるんでね、怖いんですよ、マジで。やっぱ動線確保しとかないと。めっちゃ暴れてますよね。暴れてる。お、お、これいけましたね。ちょっとこの先見せれちゃうじゃないですか。はい。お、さっきのね、サブウェポンの緊急会議の、ああ、なんだ、手榴弾2発が効いてるのかもしれないですね。あ、確かに、結構大きいダメージが入りますからね。綺麗に自分から落ちていきましたね。ただね、これで死ぬとはもう思えない落ち方しましたね。あとあれですね、ナイフ回収できませんでしたね。あ、そうなんですよ、そっか、ナイフも一緒に落ちてた。残念ながら落ちちゃったから、はい、落ちちゃったからね。だからゾンビとかの場合、その場でこうパタッとこう返し、あの、倒れてくれるんで、はい、あのその後こうもう一回取ることもできるんですけれども、あれ、あの女の子、どこ行ったんだ、ね、あ、いたいた、よかった。 Are you sure? なんか可愛いお洋服着て。 Yeah, I promise. Everything's fine. Just need you to lower that ladder for me. Will you help me find my mom?ママ、あのナイフに関しては、はい、あのいろんなところで入手することができるので、うん、この世界に1本しかないとかっていうものではないっていうところで、じゃあ使って回収できなくてもまた入るってことですね。そうです、そうです、あの、うちのディレクターがちゃんとナイフプレイはできるようにはしているからと言っているので。よかった。確かにバイオといえばナイフプレイみたいな感じですね。ナイフ縛りでやる方もいますよね、ぜひチャレンジしていただいてもいいのかなと思ってます、うん、あのオリジナル版の2はナイフ縛りで G 容体とかがすごいきつかったんですよね。あ、そうなんですよね。 あとあれだ、 ラストの方のボスですね、うん、ちょっとお腹押さえながらついていく感じですね。ダメージが、あのダメージとかね、汚れの表現とか、うん、あの攻撃を受けた後の残りもあのプレイヤーキャラクターにもくっつくので、うんうん、結構こうお話を進んでいくとすごくこうなんか嘘みたいなこう綺麗な状態で、ずっとこうサバイバルするわけではないっていう、うんうん、で結構黒くなってますよ、で、まあ、本作あのムービーのようなところでストーリーをお伝えすることも多々あるんですけれども、ゲーム自体のプレイを止めずに、ゲームの中でこのような会話をすることで、いろいろなあのバックグラウンドがストーリーとしてもこう感じていただけるような作りになっていますので、あのかなりストーリーのボリュームとしてはしっかり作れてるかなと思ってます、うん、平林さん早くやりたい、早くやりたい。発売1月25日。なるほど、もうちょっとですね。はい、2019年の、ね、はい、もうちょっとだけ、はい、あの開発チームも ね、 ね、すごくあのギリギリまで今、うん、追い込みかけてますんで。いや、もうね、力の限りやってもらって、はい、お、階段がありますね。じゃあもう神田さんも時間の限り進めるところまで進んじゃいましょう、はい、今ね、あのご覧いただいてあの会話を聞いてらっしゃった方はね、あのお気づきかと思うんですけれども、シェリーもね、あのクレアに心を開いてはしごを下ろしたり、あ、ちょっとずつこうね、そうですね、可愛らしいですよね、シェリーね。そうですね、あのシェリーの間でのこうちょっとね、あの共感を持てる部分を、ね、ええ、今いろいろ話し合ったりして ね、 そ、 うですね、そこでこう2人の絆が少しずつ深まっていくっていうところも垣間見れたかと思います。結構音がね、いいですね、音がリアルに。 ありがとうございます。結構ね、あのバイオセブンでも培った技術をさらにパワーアップさせて、バイオハザード RE2 の方にも搭載してますので、音かなり、はい、臨場感上がってると思います。めちゃめちゃ臨場感。あ、お約束のこのカードキーがないっていうね、
どうしたもんかと、ここで、ね、カードキー拾わないといけないですね、はい、いやないよねカードキーは。そうですよね、いやもう多分無理でしょう ね、ちょっと無理ですよね、さすがにね、閉まっちゃってますからね、これはちょっと。 You're sure this is the way? This is how my mom took me last time? Sharon? お、また誰か来た。ここでまた新しい生存者が来ましたけれども、生存者、え、あれでもちょっとなんか穏やかじゃないですよ、銃を向けるこの、え、嫌なやつ、ね、まあ、このおじさん、あのブライアン所長というところでラクーン死刑、この舞台の所長なんですよね、なのにもうこのやる気満々じゃん、ね、もう何かこれ理由があるんでしょうかね。もうね、原作を知ってる方はあれ、こんなところで所長と会ったわけがないし、あ、そうなんですね、ここあれ、シェリーと所長ってすごく絡むんだみたいな感じには、ね、はい、見ていただけるかなと思うんですけど、最悪、あの全然ね、原作を知らなくても、うん、あの本当にあの洋画のドラマみたいな形でストーリーは最初から、しっかりと、楽しんでいただける形にはなってますので、うんうんうん、やめてやめて。まあ、ここら辺ですね、電撃オンラインでインタビューを掲載しててですね、ちょっと聞いてたりするんで、よければ見てください、うん、宣伝です。あーっと物語を、最悪ですよ、いや最悪、ね、でも引き込まれますよね、こういう人がいた方が、ね、あ、なんか落とした、なんか落とした、いいぞいいぞ、あれ大切なやつじゃないですか、ね、いいぞいいぞいいぞ、あー、いや、行っちゃった、連れ去られちゃいました、連れ去られちゃいましたけれども、もう今日はここまでと、はい、わー気になる、はい、この先どうなるのかなと、うん、What's going on here? Sorry, that information's classified. Seems to be evolving much faster than expected.Nobody cares about that. They want to know about the G-Virus. What exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. After you. G? Thanks. Hello? Is anybody here? There has to be someone here. Not good. David! Marvin! You there? I found a way out! It's in here! Send reinforcements! East hallway! I gotta find that guy. Jesus. Open up! Hurry! Open up! Open this goddamn door! I'll get you out! Help me! Please! Help me!
Myriad, I got you. Give me your other hand. This is not how I imagined my first day. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone. Something's not right. Stay back, sir. I got this. What the? Giving you an order, rookie. You save yourself first. Is anyone here? Jesus. They're everywhere. God's name. Will you help me? Of course. It's an impressive display of strength. But we never meant for this to happen. Ah!